ツイッターで温めてまいりますという発言がすごく回ったようですけれども、今日温めたらちょっと汗びしょびしょになってしまうんで、今日ちょっと違うテーマでいきます。はい、それから今日たくさんの方々がお話しするので、私一つだけ絞ってお話しします。日本はこれから大きく変わります。日本の企業が、そして日本人がどん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 海外に行きます。この5年でインドに進出した日本の企業が3000社以上あります。その前までは3500社ぐらい、今この5年で全部で1000社になりました。その会社で日本人も駐在員としてどん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 海外に行きます。もっと行ってほしい、もっと世界で羽ばたいてほしい。それと同時に今安倍政権の変わっている方針で、どんどん今年から外国人が日本に来ます。たくさん来ます。農家まで来ます。皆さんで日本人も外国人も仲良く暮らすような社会を実現したいと思っています。ありがとうございます。多文化共生、これをテーマに日本の政治を大きく変えたいと、そう思っています。ぜひ私は外国人と日本人コミュニティの架け橋になり、政治とそれから教育からこの国を変えていきたいと、そう思っております。貢献していきたいと、そう思っております。皆さんもぜひぜひ今回の夏、衣替えと一緒に政治も変えていきましょう。よろしくお願いします。与儀さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて